エルケ、スト、準備はできたか。ためらいがあるな。繊細野郎がためらってるってさ。争うことは多いが、マーシア人もウェセックス人もキリスト教徒だ。話をさせてくれ。無駄な血が流れずに済むかも。イングランドの人々についてはストーの方が詳しい。任せる。ありがとう、エイボル。やれるだけやってみる。勇敢な兵士たちよ、我が名はストーク、ルンデンの大官だ。こちらはデーン人のエルケ大官。我らは共にルンデンで正義のために尽くしている。だがそれ以上に彼は友人だ。できることなら今日ここで殺したくはない。確かにそうだ。どんなに嫌でもデーン人は出ていかない。ここで死んで何になる。バカ言うな。剣を捨てた瞬間殺されるのがオチだ。言ってるのは異教徒じゃない、サクソン人だ。俺は信じるからな。そうだよ、ルンデンでの新生活だ。ここで泥にまみれて死ぬよりマシだろう。もういい、裏切り者の処分は後だ。気を引き締めろ。かかれ。勇敢だったぞ。さあ、あとは任せろ。さようなら。ならライバに叫ばせるだけだ。死者が出てしまって。次はフルケの補給物資を破壊しないと。力が腹の底から湧いてくる。
行けそうか。農民と羊飼いの町にしてはやたらと兵士が多いな。服装からして一人は重視だ。手ごわそうな部下たちを連れてロングハウスに入っていった。慎重に行けば重視に気づかれずに穀物庫を燃やせるかもしれないな。はっ、冗談だろ。正面から行くぞ。ここしばらく骨のあるサクソン人とやり合ってないからな。
이제 걔를 막아야 되는 방법이야. 洞窟から聞こえてきたよ。大丈夫だ、助けてやる。 ありがとう。このまま一人で死ぬかと思った。自分に言い聞かせるんだけど、その通りにできなくて。頑張れ、洞窟から出してやるからな。もうウサギを追うのはやめるわ。特に白いのはダメ。さて、少し休んで次の冒険に出かけることにするわ。ウサギを狩ろうとしたのか。狩り？まさか。あの子はとっても急いでて、どこに行くのか知りたかったの。好奇心には気をつけろ。
サクソンの大軍が待ち構える。マシムと話そう。近くにいる。
何か分かったか。ブリグワースは船で来た増援で溢れている。どうやら古家の腹心二人がそれを監督しているようだ。腹心を倒して船を焼こう。足を奪って混乱させればポートチェスターの古家に合流するどころじゃなくなる。怯えた者は利己的になるか。明暗だな。は倒した。もう一人は船の近くにいる。今向かう。
からの襲撃か。これはサクソン人の戦法に似てるな。
秘宝。何事だ。トーマ、状況は？盗賊がサセックスの混乱に乗じて私腹を肥やしてる。オーディンの計らいだな。ここは必ず焼き払わねばならん。それで古家は武器を調達できなくなる。敵の注意をそらして突撃してもいいが、ヒヤを使った方がいいな。離れた場所から焼き打ちする。敵は慌てふためくだろう。いい判断だ。そうしよう。位置につけ。気をつけろ、エイボル。見つかれば攻撃される。弓兵を守るんだ。放て！叩き込んでやれ！突入だ！町を蹂躙しろ！